オンラインの兄弟姉妹の皆さん、すべて兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日はエレミア書11章に入ります。ジェイソン先生によるシェアリングです。昨日ですね、偶像の巣についてシェアしました。偶像はただの木から作られたものです。愚かなものです。物も言えないし歩けないので、害になることも益になることもしないできないことですね。偶像はそんなものですけれども、もしあなたは偶像礼拝するなら、あなたも偶像のようになる。偶像礼拝とはあなたの自分の権力、権利、権ですね、偶像に任せた。ですから偶像はあなたに対して、権威を、権威のもとに、あなたの、偶像の権威のもとになる。石は生けるものではありません。ある人々は、私は偶像礼拝しても結構結果が良いと。木はもともと何も力がない。でも木が力あると場合は、悪霊ですね、その木の上にあるからです。その木を拝む人が霊、悪霊にの元になるのです。もっと簡単の例を挙げて説明すると、もちろん夫は、旦那さんは、奥さんを、打ってはいけませんですね。でもし奥さんの方は、私は悪いから夫が私に、打っても、値すると考えなら、夫はそのことをやることになるでしょう。ですから、もともとですね、木や石は、巣の中では彼らは力がないです。しかし偶像礼拝は霊的な領域で、私たちはその自分の権利を偶像に与えるなら、偶像は私たちに力をもたら与え、影響になるんですね。今日の御言葉2節3節8節、6節7節8節10節、何度も、リピートしたんですけども、私の言葉を聞こうと、聞けと。今日のトピックですけれども、私の言葉を聞け、模範してはいけません。私の言葉を聞け、模範してはいけませんという内容です。神様は、神様の言葉を聞かなければなりません。私たち聞かないときには従順しないということですね。逆らうことになるんですね。さらに模範になるんです。無反ですね、無反になる。人々は聞かないときにみんな無反になる。私たちは深く考えないですけども、ただ聞かないだけと思います。でもたくさんの人々聞かないと、状況は変わりますね。例えば小若もバイブルスクールの生徒たちも、モーニングディボーションに来なければならないですね。みんな揃えることは多分あんまりなかったんですね。でも全てのバイブルスクールがみんな、来ない、モーニングディボーションに来ない場合は、その意味がかなり違ってきますね。しかしバイブルスクールの生徒に対して、私今日ただ疲れるだけだから、来ないと。でも全てのバイブルスクールの生徒が来ないと別の意味になってしまうんですね。あるいは、全ての子若が
モーニングディボーションに来ないと非常に大きいことが起こるんですね。意味が違うんですね。すべてのコワーカーも生徒たちも、モーニングディボーションに来ないと非常に大きい意味を示しているんですね。あなたにとってはただ私は夜、子供たちと遅くまで会話したので来なかったと。でもみんなその日来ないと意味が違ってきますね。今日の御言葉は、片方は神の御言葉を聞けと言っているんですけれども、契約の言葉を聞けと、聞かないとみんな聞かない と、神様に逆らうことになる、無反になる。一節から十節、第一段落。預言者は大胆に民を警告することに、預言者は、民に警告して警告した。民は逆らうものだと警告した。一節二節、主はエレミアに会った言葉は次の通り、この契約の言葉を聞け、これをユダの人とエルサレムの住民に語れ、神のいるエルサレムの神、イスラエルの神、主はこう言われる、この契約の言葉を聞かない者は呪われると。その契約はどういうものでしょうか。4節、これは私があなた方の先祖をエジプトの地、鉄の牢から導き出したとき、私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命じるようにそれを行え、そうすればあなた方は私の民となり、私はあなたの民、神となるということのことですね。それはエジプト記の19章5節に書いたものです。4節には、彼らは鉄の牢から導き出した時の話ですね。かつてイスラエル人はエジプトの地で鉄の牢の中で焼かれた状況のようです。で、神様は彼らを導き出した時に彼らと契約を結びました。もしあなた方は私の命令に従え、聞き従えたらあなたたちを祝すると、さらに父と三つの流れる地を与えると、何度も繰り返している契約はこの契約のことですね。この契約は本当は簡単なことです。つまり神を愛する、神を敬うこと、互いに愛して愛し合う、両親を敬う、互いに良い関係を持つ、互いに一緒になって神を礼拝するという内容ですね。他にはありません。これらのことでさえ難しいことですね。みんなできること、できなかった。みんなはむさぼりでした。みんなは偶像礼拝したのです。みんなは自分のことだけ重視しました。みんな神の他からスーパーパワーをもらいたい、人に害を与えて利益を習得したい、みんな自分のことばかり考えました。でも神様は最初から最後まで私の言葉、私の契約を聞けと言いました。神様は非常に忍耐力のあるお方ですね。神様はずっと何度も繰り返して私の言葉を聞けと言いました。モーセはアラノで42年間も経ちました。さらに、ヨシアの時代、さらに四世紀ですね、約450年もあったんですけれども、さらに預言者、サムエル、
さらにサウルの王40年、さらにダビデの王、ソロモンも各40年。神は今日に至るまでずっと同じことを繰り返しておられます。つまりこのことは一番重要だと、この一番重要なことを行うことできればあなた他のこともできる。さらに主が、国を滅ぼす前にエリミアに対しても40年も語ってくださった。それはイスラエル人の状況です。ですから1節から5節は、シナイ山の契約を神様繰り返して説明してくださったんですね。そして6節から8節、6節は、預言者は、エルサレムの町々とエルサレムの通りで、神の言葉を叫びました。つまり私の契約の言葉を聞け、聞かない者は呪われると。言葉は簡単でみんなは理解しやすいですけれども、しかしあんな、もしあなたがエリミアであれば、町に行ってそこで叫ぶことはできますか？例えばあなたは今マクドナルドの下で、の門の前で叫ぶことはできますか？じゃあそこで叫ぶことができなかったら、じゃあペンダの下のショッピングモールで、そこで叫んでくださいと私たちに言ったら、私たちは多分できないだろう。私たちは預言者ではないので、そこで叫ぶことはできなかったんですね。でも神様はエリミア預言者に、行けど命令した。すべての、預言者に命令を与えることではなくて、ただエリミアにこの命令を与えました。ですから預言者としてすごく勇気が必要ですね。エリミアは王にも普通の民にも言わなければならないです。つまり裁きがあなたたちに来る、あなたたち聞かなければならない、聞かない者は呪われると言わなければならないです。その通りに通る人たち、この言葉を聞くとすごく嫌ですよね。早くこの言葉を止めなさいと、でそうしないとあなた殺してやろうと。これは今日の内容ですね。6節から8節は、預言者は民にこの言葉を聞きなさいと警告した内容ですね。9から17節はもっと深いことを言いました。民は無反する場合は必ず裁かれる。民とも共に無反する場合は必ず災い下されるという内容です。エリミアは、町々で主の言葉をつけました。ユダの民をあなたたち聞きなさいとエリミアは言いました。で9節、主はエリミアに言われた。彼らはあなたのことを無反している。無反とは非常に重い話ですね。私小さい頃家でテレビを見ました。そのテレビの番組ですけれども、みんな一緒になって奪うことをしたんですね。そのことは、台湾では大きい裁きを下されるんです。2人で、一緒になって、奪うと
死刑になる。人を 集めて、こういうことをやれば非常に重いことですね。ただ一人同じことをやることは違いますね。もしこれらの人々は刑罰与えないと他の人々も同じことをやることになるから、ですから台湾は無本することは非常に、重いことですね。私たちはただ一人で偶像礼拝しているのに、でもみんな偶像礼拝するんですね。もちろん私たちは隣人のことを知らないかもしれないですけども、霊的な領域では互いにやることになるんですね。神の目の中ではあなたたちは一緒になって無法しているということが主が見ておられます。それは、霊的な領域の見方です。もし、逆に言いますと、みんなですね、悪を行いましたと。で、神様は、ただ一人が公正を求めれば、私は神様がその町を許すと語ったんですね。その町には何千人も何十万人もいるけれども、しかし神の目の中で、ただ一人が、主の御言葉を守れば、神様はその町を全体許すことですね、許してくださることです。ですから私たちみんな重要です。家には私たちのことは非常に重要です。マーケットプレイスには私たちは重要です。町の中でも私たちは重要なものです。私たちの教会の中にも重要です。ですから神様はエレミアに言いました。ユダの人、エルサレムの住民の間に無本がある、と。11節。それゆえ主はこう言われる。見よ、あなた見てください。私は彼らに災いを下す。彼らはそれから逃れることができない。彼らは私に叫んでも私は聞かない。なぜ神様は聞かないのか。彼らは一緒になって無本があるからです。無本がしたからです。で、ここでは、エルサレムとユダの町の状況を説明したんですね。12節。彼らは、自分たちが犠牲を備えている神々のもとに行って叫ぶだろうが、これらは彼らの災いの時に決して彼らを救わないと。偶像礼拝の人々の、ロジックですね、ちょっと、通らないことがあるんですね。例えば、台湾では、そういう宝、なんですか、ギャンブリングがあるんですね。で、ある人、いつも人々は、じゃあ私がその、宝くじに当たるなら、私は、子豚を焼いて捧げると。で、結果が、当たらなかったので、その人が、木の偶像の頭を切って焼いたんですね。ですからたくさんの
偶像をですね、頭を、まあ、切られて、川の中に、捨てるんです。捨てられた。それは矛盾ではないでしょうか。同じ神のなのに同じ神の名前、まあ、神の名前は、同じですけども、それぞれ違う、木の偶像があるんですね。で、じゃあこの神が、当たらないから、頭を切って捨てた。で、別の同じ偶像の礼拝しに行くんですね。それも当たらなかったら、それもの頭を切って、川に捨てた。それはおかしくないですか。彼らの考え方ですけれども、私は、あなたに備えを捧げているでしょ、捧げているでしょ。あなたは、宝くじに当たらなかったら、私に当たらなかったら、もう意味がないから、もう来て捨てると。ですから、災いの時に彼らを叫んでも決して彼らを救わないと。13節、誠にユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもある。あなた方は恥ずべきもののための祭壇、バールのために犠牲を備える祭壇をエルサレムの通りの数ほども設けたと。これは非常に恐ろしいことですね。皆さんよく考えてみてください。祭壇の数ですね、エルサレムの通りの数とほどあると。例えばこういうように説明しましょうか。香港の、プロペハウスインエステイですね、香港の、そういう住宅の数ですね、そこで偶像礼拝してないところが見つけますか。つまり、地図の神とか、それを見つけないところがありますか。私は、そういうところが、すべてある。すべての、家に、すべての、建物に、その偶像が必ず置いてあるんですね。ですから、香港の状況もエルサレムの状況と同じです。台湾も同じではないでしょうか。台湾と香港違うところがあるんですけれども、香港の家は小さいですね。ですから、土地の神ですね、拝む場合は、門の外に置いて、非常に小さいですね、小さく置いてるんです。でも台湾の家は大きいから、家の、仏壇も大きいですね、ほとんどの家には仏壇があるんです。さらに、そのコミュニティの中で、村の中にもお寺があるんですね。例えばエナ先生の家は昔ですね、自分の、前も後ろも左も、右もすべてお寺に囲まれたんですよ。エルサレムと、比べると、まあ、香港も台湾も同じではないでしょうか。神様がどのように、偶像礼拝のことで、エルサレムに扱けたように、香港も台湾も同じように扱られるではないでしょうか。ですから、私たち町は呪われる。神様は私たちのことを待ち望んで、立ち返ることを待ち望んでおられます。エリミアは40年間も待ちました。香港の場合は神様はどのぐらい待ってくださるかわからないです。私たちの状況はエルサレムと同じです。彼らは心一つなって無法
をしました。ですから14節、あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。彼らが災いにあって私を叫び求めても私は聞かなかったからだ。17節、あなたを植えた万軍の主、あなたに災いをつけると。イスラエルの家とユダの家が悪を行い、バールに犠牲を備え、私の怒りを引き起こしたからであると。第二段落の話ですね。エリミアは、州の、いつも町で主の御言葉を叫んだときに、イスラエル人もユダヤ人も非常に矛盾があるんです。彼らは心には自分が神の民であることを知っているのに、彼らも立法をしているのに、特にヨシアの時代に、神の御言葉の、立法の本を見つけられたので、偶像礼拝、偶像もたくさんのぞかれました。しかし偶像礼拝ですね、なかなか、なくなることはできなく、エリミアはずっと同じ言葉を呼び叫んだときに、人々はもう彼の言葉は聞きたくない、彼のことをの命を狙ったことをエリミアは知らなかった。18節から23節、人々は預言者を攻撃するけれども彼に打ち勝つことはできません。18節、主が私に知らせてくださったので私はそれを知りました。それからあなたは彼らの災いを私に見せてくださいました。19節、私はほふり場に引かられていく、おとなしい羊のようでした。彼らは私に敵対して、計略をめくらしていくことを私は知りませんでした。エリミアは何も知らなかったんですね。彼らが計画、悪い計画があること。でも神様は彼につけられました。神様は、エリミアに言って、彼らはあなたを滅ぼそうとしていると。彼らは言いました。木と実と共に滅ぼそう。彼を生ける者の地から立って、その名が二度と思い出されないようにしようと。神様が彼らの言葉を明らかにしたんですね。でエリミアはこのことを起こして主に祈りました。21節、それゆえ主はアナトテの人々についてこう言われる。彼らはあなたの命に狙い、主の名によって予見するな。我々の手にかかってあなたが死なないようにと言ってたこと。彼らはエリミアに言いました。もう予見するなと。そうしないとあなたを殺してやろうと言ってたんですね。彼らはどういう人なのか。アナトテの人々ですね。アナトテの人々はエリミアのふるさとの人々です。しかし万軍の主はこう言われる。見よ、私は彼らを罰する。若い男は剣で死に、彼らの息子娘は飢えで死に、彼らには残る者がいなくなる。私がアナトテの人々に災いを下す、刑罰の年はもたらすからだ。民は預言者を攻撃しようとしていたんですけれども、エリミアを打ち勝つことはできませんでした。
神様が最初エリミアを、召された時にすでにエリミアに言いました。神様は言った内容ですけれども、王も民もリーダーたちもあなたを攻撃する。しかし彼らはあなたを打ち勝つことはできません。なぜなら私はあなたと共におられるからと主がエリミアに最初からも言いました。私たちは、仮に、預言者であれば、私たちは教会の預言者だとする場合、私たちは町の預言者だとする場合、私たちは預言者でありながら祭司である。主が私たちに与えてくださった言葉は私たち大胆に言わなければならない。主があなたに与えた言葉を勇気を持って言ってください。私たちは自分の肉なる言葉を言うことではなくて、神様の御言葉を言う大胆に知らせましょう。主があなたに力を与えてくださると思います。言うべきことを言わなければならない。相手があなたの権威者でもあなたの先輩でも言わなければならない言葉は勇気を持って主の言葉つけてください。私もそういうことをしました。ちょっとその、皆さんにシェアできないですけれども、私たちは言うべきことを言わなければならないです。言わないと私たちも滅ぼされる。主が私たちを助けてくださいますように。今日の御言葉を読むと一つのことを考えなければなりません。エリミアはずっと同じ言葉を繰り返して叫びましたので、非常に確かに非常に聞きたくないですね。でも私たちは心を柔らかくして聞かなければなりません。預言者の言うことはまだチャンスがあるということですね。突き当たりまではまだ行ってないということですね。神様が全ての方法を用いてみんな聞かないときには裁きが来ます。でも預言者はまだ言ってるときには裁きはまだ来てないですよ。ですから私たち柔らかい耳を持たなければなりません。聞く耳を持たなければなりません。たくさんの旦那さんですね、奥さんがブツブツ言うのは嫌ですね。私たちは相手がずっとブツブツ言ってると、私たちはどうしても改めないから奥さんいつも繰り返して言うですよね。そのような状況ではないでしょうか。ユダの民はエリミアはすごく嫌だと思いました。彼らは改めません。ですからエリミアもずっと繰り返して叫びました。彼らはエリミアをじゃあ殺してあげろ、殺してやろう。でも殺すことはできませんでした。主がエリミアを、非常に固く守ってくださったからです。非常に力があったからです。主が私たちを助けてくださるように、私たちは一方耳ですね、柔らかくしなければならない。言うべき時に私たちも言わなければなりません。主が私たちを助けてくださるように。これで今日のメッセージ終わります。皆さん一緒に立って
とこしえまでおられる神様を礼拝しましょう。私たちあなたの御前に来ております。今日あなたの御言葉を受け取ります。主、あなたが私たちに言いました。私たち聞かなければならない。私たちいつも一緒になってあなたを逆らいました。皆さん今神の御前に来て反省してください。私たちの家族、私たちの父、私たちの先祖、主に逆らいました。私たち自分の状況を反省しましょう。私たちの先祖は偶像礼拝したことないでしょうか。
私たちの先祖は悪霊とつながることが なかったでしょうか。主が私たちを照らしてくださるように、私たちは今こんなことしてないかもしれないですけども、私たちの家族の中で神様に罪を犯しているものをいませんでしょうか。私たち神の御前で悔い改めましょう。主、私たちは確かに逆らうものでした。主を許してください。私たちは罪のない人の血を流した。私たちは謀反がある。主イエス様、今あなたの御前に来て、私自分のために、家族のために、私たちのことを許してくださいと求めます。主よ、私の家族は世々にわたって偶像礼拝しました。悪霊とつながりました。むさぼりでした。人々のことをよく裁きました。ずるくて自己正義でした。傲慢でした。主、今私はあなたの御前に来ております。私の家族の先祖のために祈ります。彼らはあなたに罪を犯しました。私の両親も、私自分自身もあなたに罪を犯しました。今御前に来て言います。主よ、私たちのことを許してください。私たちのことを許してください。主よ、今私たちの兄弟姉妹、オンラインの兄弟姉妹も自分の家族の罪、あなたの御前で告白するときに、主よ、私たちの先祖たち、私たちの両親を許してください。私たちを許してください。主、私たちの考え、思い、私の行い、すべて不義でした。すべてあなたの似姿に従わなかった。すべて歪んだものです。すべて偽りでした。すべて腐敗でした。すべてあなたに敵対しました。あなたのことを拒みました。主、あなたが私たちの先祖に与えた契約を私たち忘れてしまったんです。主、あなたがおっしゃった言葉ですけれども、あなたの他に神がありませんと。天に、そして海にあるすべての形になるものを礼拝してはいけないとあなたが教えてくださったんですけれども、私たちはすべて行いました。主、許してください。主、私たちの先祖、私たちのこと、あなたの罪を犯したことを許してください。主、ですから私たちは自分の家族の呪いを見ました。私たちの家族にある呪いは10年も20年もずっと続きました。主、あなたの怒りは私たちから離れ得ることはありませんでした。主、今あなたの御前に来て言います。主、許してください。私たち世代にわたってあなたに罪を犯したことを許してください。
主は私たち傲慢であったこと、私たち自分が正しいこと、あなたは神として神を見ませんこと、許してください。主は私たち裁かれることは値するものです。値することです。主を呪いは私たちの中にあることを値することです。しかしあなたは私たちを契約して約束してくださいました。ただ一人正しい者がいれば、ただ一人があなたの公正を求めれば変わることができると約束してくださいました。ただ一人があなたの御前で切に悔い改めて罪を告白すれば、あなたは救ってくださることを約束してくださいました。主はあなたは私たちの家族、私たちの子供たち救ってください。主は今あなたに呼び求めます。主は私たちあなたに罪を告白します。主よ、私たちの家族、私たちの子供たち、すべての家族のメンバーを救ってください。主よ、彼らを偶像礼拝から救い出してください。あなたの呪いから救い出してください。主よ、主よ、救ってください。イエス様、イエス様、私たち今あなたに呼び求めます。兄弟姉妹、あなたの ご家族のために呼び求めましょう。主があなたの家族を救います。今主に呼び求めましょう。主の救い、あなたの家族に来るように叫び求めましょう。主よ、すべての呪い、がんの呪い、健康の呪い、主すべて私たちを救ってください。主は語ってくださいます。私の契約の言葉を聞け。主よ、私たち今日あなたの御前に来ております。あなたの契約を聞きます。主よ、私たちはあなたと契約を結んだ人々です。主よ、あなたの契約の言葉を私たち心に入れてください。主よ、私たちは聞かないものになりたくない。私たちはあなたに立ち返ります。私たちは先祖の悪い行いから立ち返ります。彼らはあなたに逆らう、謀反したことを私たち立ち返ります。主の契約の言葉を聞け。兄弟姉妹の皆さん、今手を耳に置いてください。主があなたに柔らかい耳を与えてくださるように宣言してください。私たちの心をもう一度主に語ってください。主、私たち聞きたい、助けてください。私聞くように助けてくださいと祈ってください。今耳を手を置いて祈ってください。
主よ、私いつも聞かない、私たちいつも聞かない、私たち従順できませんでした。私たちは逆らう道へ歩みました。主、私たちは契約を逆らいました。私たちは謀反しました。私たちあなたに悲しみを与えました。主、許してください。私たちの逆らうところから離れるように助けてください。主、すべての呪い私たちから離れるように断ち切るようにしてください。主、あなたの恵み必要です。あなたのこと必要です。私たちは聞き従うように、従順できるように、聞き従うことできますように、主、助けてください。主よ、私たちあなたに従います。私の人生あなたに従います。主、助けてください。私の世代からすべての呪いを断ち切ってください。私たちの世代から今言います。主よ、あなたに従います。助けてください。感謝します。主、感謝します。あなたおられること素晴らしいです。あなたは私たちの家族から選んでくださったこと感謝します。私たちあなたの民です。私たちは彼らのために祈れば全ての呪いを取り除くことができます。主は私たちの家族を導いて、あなたを祝福の中に導いてくださるように助けてください。今生産祭を行いましょう。主、今あなたの御前に来て感謝します。主よ、今日もう一度聖餐を持ってあなたと契約を結びます。かつてあなたはイスラエル人と契約を結ばれました。しかし彼らは弱かったんです。彼らは捕囚されても偶像礼拝しつけました。彼らは元のところに帰還したのにまだ偶像礼拝しました。主よ、今日私たちあなたに契約をもう一度結びます。あなたの身体、ご体を持って、あなたの血を持って、私たちの家族、私たちの家族すべてのせいであなたに従うこと、あなたに聞き従うこと今契約します。私たち人生は祝福された時にも災難の時でも、私たちはあなたを愛することを選択します。あなたに従順することを、従うことを今契約し結びます。主は裏切られた夜、パンを取って裂けました。主は、これはあなたの体です。私たちの家族のすべての世代のために捨てられました。主が、イエス様が私たちのすべての家族の先祖たち、私たちすべての世代を愛してくださることを感謝します。食事の後に主は杯を持って言われました。これは私の血です。あなたたちと結んだ新しい契約です。
天地は滅びでも私の契約は滅ぶことはありませんと主が語ってくださいます。あなたの家族の中でただ一人が私を愛するならこの契約は常しえまでつきますと主が語ってくださいます。皆さん立ってください。私たち聖餐祭を受け取るときに今あなたの家族を代表してあなたはどのようにご家族のために契約を結ぶか主に言ってください。あなたは自分の家族を代表して主に契約を結びましょう。兄弟姉妹の皆さん、あなたはどこにいても今主に結んだ契約、主が聞いてくださった。主は私たちこの聖餐祭を通してもう一度あなたと契約を結びます。主の血潮を持って主は私たち家族の代表としてあなたと契約を結びます。あなたの聖餐は効果あります。主よ、すべて家族の呪い完全に断ち切ります。すべての罪すべて許されます。主よ、子供たちよ、今主感謝の心を持って主のパンと血を受け取りましょう。私も今2人にして互いに祈りし合いましょう。神様の教会は預言者である。私たち教会のために祈りましょう。教会は神の真理の中に歩むように神様の御心の中に歩むように祈っていきましょう。どんなような戦いの中でも教会は神様の御言葉を守ってくださるように独一のためだけではなくて香港のすべての教会のために祈っていきましょう。彼らはどんな攻撃にあっても固く立つようにすべての香港の人々が偶像礼拝から捨てて主に立ち返るように祈っていきましょう。
祈り終えたら皆さん立ってください。祝福を受け取りましょう。天の父、感謝します、賛美します。私たちは40日断食祈り入っていくこと、あなたは毎日エリミアの言葉を通して私たちに語ってくださったこと感謝します。今日あなたは私たちに語ってくださいます。私たちの耳今開き、あなたの御言葉の契約を聞きます。私たちは実はエルサレムとユダの人々と同じように私たちに逆らうものです。私たちは固くなものです。しかしあなたがの生産を通してあなたが私たちに語ってくださいます。愛するものだよ、愛するものだと言ってくださいます。私たちの教会、私たちに牧会している人々のために祈ります。私たち家族のために祈ります。主の霊私ともにありますように、私たちの心いつも新しくなるように、あなたの契約の民となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。